なんかさっきブチラジを撮ってね、うん、なんかそのメールでもあったけど既読になりませんみたいな、女子との女子からのメール LINE が既読になりませんみたいな、うん、まあ、前も言ったけど、うん、本当になんないんだよ既読になんて。僕とかだとそのこういう話を言うじゃないですか、うん、そしたらなんかまたまたみたいな人いるけど、なんでまたまたみたいなこと言うのっていうか、だって既読になんないもんっていうか、その結局芸人なんてモテるんでしょみたいな人いるじゃないですか、うん、いや僕がもしこの素で生きてるよりは生きてる、あ生きてるじゃねえ、モテてるかもしれないですけどそのそうね、うん、普通に生きるよりはね、うん、ただ基本的には誰にもその普通に女性と出会ったって相手にされる、マジでそのひどいよな、なんかどうしたんだ急に。いやそのなんか LINE とか返ってこないの、なんかみんなじゃあそんな返ってくんのかなって、ああいうメールとか見てる思うのはね、うん、全然返ってくるから、全然返ってこないですよ本当に。なんかいやお前送り変なこと送っとんじゃない、送ってねえよ変なことなんて、いや今日はありがとうねとか言ったって返ってこないよ別に、その結構信じられないよな、まあ人としてな、それはそうなんかね、結局例えば飲み会とかしたとしたら、うん、全然モテないんですよとか言ったって、芸人だから絶対遊んでるでしょとか絶対モテるでしょみたいな、うん、言うじゃないですか、うん、それもまずその本当にそう思ってますかっていう、そのじゃあ好きですかっていうことじゃないですか、ことじゃないですよ言ってみれば、いやことじゃないですよいやモテる絶対モテますよねとか言うけど、うん、ほらっていうその見て見て見てっていう感じじゃないですか。だからモテないです、本当にモテないんですよって言って、うん、まあ結構などんくらい前かなんか飲み会がした時にそう言ったんですよ、うん、僕は本当にモテないんですよと、うん、モテないってどういうことですかみたいな、いや LINE とかしても本当に帰ってこないしって言ったら、ひどいみたいな、うん、そんな人いるんですか、こんなにね楽しいし全然いいですけどねとか言った人に、うん、解散したと LINE したら帰ってこないんですおめえもじゃねえかよ、お前か、お前も、お前も、いやその、その時つい何時間前に話したのねっていう衝撃、うん、それはちょっと人を信じねえようになるな、それでもう塞ぎ込んでこっちは結局そのなんか水族館とか横ちゃんとか行くことになるっていうそのいやなんか女の子と行きたいところな、女の子と行きたいところでそれだったらね、その芸人さん結局モテますよね風潮がもう嫌なんだよ、まあそんなことはないですからね絶対にね、普通の人の方がモテるだろおそらく、うん、だから一部の人は結局ね遊んでるみたいなことを言うから、言ってるだけですからね本当に、うん、こんなのは他の人の方が遊んでんだから、絶対普通の人の方が遊んでますよね、金もあるし、金がないんだからちょっと乗っかりすぎた気持ちがねそういやでも本当にそうなんです、どこにも行けないし、その、うん、そうなんよ、多分大人の、大人のデートとかを知らないじゃないですか、うん、多分33もう34になるぐらいの年でこんなんか違うでしょ、みんなもうなんかジャケット着てとか分かんないですけど、いやそうだろう、だおそらくね、うん、でなんか逆に安い店行くみたいなねとかもあって、でもそれは普段のがあってのそれでしょ、そうそうそう、逆に1周目で行っとるけど、1周目のやつマジなやつじゃないですか、1周目で鼻利かせて安い店見つけ探してね、うん、向こうはいいよねたまにはこういう露店みたいなとこみたいな楽しみ方でしょ、そう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 、じゃない血眼になって血眼ほんま死活問題で露店っぽいのに高いんかいみたいな時とかあってね、 あえてこうしてるだけのとこかとかそういうの、あるある、そういうの引っかかんないように、うん、そのマジでボロいとこ探して、うん、ボロい風を装ってるだけで高級なやつかとかもある、あるんですよ、それもあるんだよ、ね、うん、この雰囲気の感じだけ出してビール650円みたいな時もあるから、あるある280円探せみたいなことになるわけじゃないですか、結局そうや、ほんまそうや、そういうのになるとそんなことね、なかなか女性の方とかね、うん、多分違うじゃないですか、うん、そんなことないよとか言うだろうけど、で多分これを言ったってはいはいみたいになるんだよ、うん、で帰ってこないんだから実際に、うん、既読にもない、マジでその既読にもなんないんだよ、ずっとしばらく僕も見るよその、うん、あれ既読になったかなと思ってなってなくて、うん、2,3 日してももうなんなくて、うん、忘れた頃になったらこっそり既読になってるみたいなことありますからね、あ悪いよな別に、だから前も言ったけど、うん、既読にしていいよ、既読無視でいいんだから、あのためその面倒くさくないって思っちゃう、
そうそう、いや嫌だよな、あそこに1とか2とかあるの、うん、そうそうそう出とるの、いや俺信じられんわ、ちょっと10とかあって、うん、そのなんか全然わけわかんない、そのカメアリホリデーのグループラインとかだった時マジでムカつくし、あムカつくな、そのなんかいや50とかなとってな、うん、お方軍団とかっていやうせえわって、なんでそれ別に見たのわかんないけど、お方軍団のラインすごい盛り上がる時あるね、アホみたいに、ただそれを結構みんな今ツイッターとか見てると、ついつい最近貯めちゃうのみたいな、何かつぶやいてて、うん、そんなあるんだ、もう100とか180とか信じられんけどな、まずそれがやったら慣れちゃってそうなるんじゃないですか、うーんし既読かつけるかつけないかいいよ別に、どっちでもいいよ、本当に思うけど、どうせ帰ってこないんだから、うん、前も言ったけどその E メールの時代から別に読んでないと思って待ってるわけじゃないから、うん、読んでるけど帰ってこないって思ってるから別に、うん、読んだって読んでよせめてな、そう怖いんだよ、なんかあったからと思うしね、うんうん、ああ読んだかでも届かなかったんだなって思うから、うん、それ嫌だよな、悲しいな、悲しいよ本当に、悲しいわ、悲しいよ本当、そのヒロシです的な終わり方なんですよまあまたねちょっとそのだからさっきのやつなんていいいい結局飯行くんでしょ、うん、いいよいいよ別にもう既読つかない系はもうそのやっぱ一回終わったな、うん、なんかそういう時代はね、まあ時代的にまた変わっていくんでしょうね、本当にだってね昔やっぱ既読になんないで既読になったら全然帰ってこないよで受けてましたからね、うん、ネタでもね、今もうそんなのね受けないはぁみたいな話です、それはそうだろうっていう話ですからね、うん、まず僕がそうなんだから、うん、結局だから今のことを言うしかないですからね、だから変なテクニック使わなくていいっていうことですよ本当に、うん、よく溜め込むよな、いやほんま信じられんけどな、朝起きても12とかあるだけで嫌ですけどね、うん、いやいやていうか1とかあるのも嫌なんで、もう正直言うと、うん、すぐやっぱ読まないと、うん、なんかあまあ別に今アプリとかだから全部 E メールとかでもなんか出るじゃないですか、うん、Facebook とかでもこう1とか出てんだよ、赤いな、もうなんでやってほんと赤いの出んのやと思うんです、その、うん、Facebook の1何これっていう、なんか何かもよくわかんない、開いても誰々がつぶやきましたみたいなの、いいよそのアプリ内で収めてくる、飛び出してくんなよその画面上にっていう、あいちいち出るんだよ、出てくる時あんだよなんか、うーん気になるよな、気になる、設定とかは出てくるけどなよ、まあ、アップデートしてください、あそうそうそういうのとか含めね、だからいいですよ既読にしてくださいそれはね、うん、し芸人がモテるっていうのは一部の人たちというかね、それは分かんない、普通に生きてるよりはモテるかもしれないですけどね、うん、でもそれも分かんないですからね、分からんけどな、普通に社会人として働いてたらね、そのお金もあって、うん、もしかしたら面白パン屋さんとかだとした方がモテたかもしれないわけですからね、だからすぐパン屋例えば、ね、なんでパン屋いや何でもいいけど別に面白サラリーマンでええだろ別に、いやでもなんかそれだとじゃない、ちょっとそのサラリーマンってなると幅広すぎるというか、うん、いるじゃないですか面白、まあ、別にパン屋もいるんでしょうけど、まあ、それは分かんないですけどね、そうか、だからあれとああいうのはその一応でも多分みんなも言わなきゃと思うんでしょうね、芸人さんモテるんでしょみたいなことはね、あまあ気使ってくれてるんですかね、そう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 、でもそれは慰めにはなんないというか、むしろ動画さんに火をつけるだけなんでそのお前自らを爆弾とするな動画さんもいっぱいありますからね、短い短い動画さんなんかこう毛並みみたいになるなと思ったら全部動画さんしかもちょっとでも擦れたらすぐ着火するようなね、うん、ほとんどがマッチのあの側面みたいな感じですからなんでそれをちょっと気をつけて、リンが擦り込んであるすぐ燃えるようになってますから、うん、ちょっと気をつけてくださいね、それはね、はい、平日毎日愚痴を更新しています、ウエストランド井口の愚痴ラジー。